レインボーコットン。ベルベット様、大変です。ベルベット様、いい香り。ベルベット様、女王様、大変です。ラシャ城が魔物たちに襲われています。まあ、それでは早速皆さんに集まってもらいましょう。はい。いい香り。皆さん、また大変なことが起きてしまいました。ラシャ城が魔物たちに襲われて占拠されてしまいました。ウイローの生産のほとんどを賄っているラシャ城周辺の4つの町が心配です。もしこのまま4つの町が占拠され、あの伝説のウイローまでもが魔物の手に渡ってしまえば、世界は再び闇に包まれ荒れ放題となってしまうでしょう。でも一体どうしたらよいのでしょう。お姉ちゃん、困ったことになったわね。どうしましょうって言ったって、話の通じる相手じゃないし。そうよね。そうだ、コットンに頼めば。ダメよ。あれだけ有名な観光地をなぜ知らないかはわからないけど、あの場所にコットンを行かせたりすれば。マシじゃない？そうかもしれないけど。それはそうと、そのコットン今どこにいるの？それがわからないのよ。あ、そうだ、餌を使って捕まえましょう。え、餌？捕まえる？そう。こんなバケツと棒の古典的な罠で？そう。話して。またあんたなの？聞く。あのねコットンは知らなかったと思うけど、今ウイローの原産の町で恒例のウイロー祭りが催されていてね、いろいろなウイローがタダで食べられるのよ。ウイローの原産の町？そんなこと言って、さっきの木彫りのウイローみたいにあたいを騙そうとしてるんじゃないでしょうね。そんなことないわよ。それにここのラシャ城には伝説のウイローと呼ばれる大きくてプニュプニュなウイローがあるのよ。で、伝説のウイロー？お姉ちゃん、伝説のその伝説のウイローって、今はこうするしかないのよ。
女王様には何とか私がごまかして、あ、もしバレてもコットンが魔物を退治してくれればきっと多めに見てくれるわよ。そうじゃなくって、よろしくお願いします。焦っているのクリステルなんてどこにもないわよ。お姉ちゃん、やっと見つけた。何がこう、熱いお風呂でスカート流して後ろさせて、こんな若い方たちと一緒に旅をするとつくづく自分が若くないと思い知らされますね。ここは若い人たちにお任せして、私は引退させていただくわ。そういえば、焦っているんですか？クリスタル、切れています。
クリスタルがないじゃない。開けてわよ。言えばスコットに積んでた魔法って言ったってクリスタルがないじゃない。開けて。慌てないでね。クリスタルがありませんよ。そういえば旅行なんて久しぶりですね。俺なんてもう少しゆったりしてたらいいので、温泉巡りとかならどんなに素晴らしいことでしょう。私は上手だから、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってよろしいの。そうよそうよ。女王様からこんなにみんな頑張っているんだから、なんてさ、ラシャ城には入れないの？そういうことになります。はい、どうぞ。それじゃあ、そういうことだから次行きましょう、次ね。ウイロー行くぞ。
大体なんで私がこんなことしなきゃいけないの。諦めないで、考えなさい。女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか。おかしいのですね、天然なのですね。意識が遠のきます。消えうせんも溶けて、おねむです。このところお解消してないな。新しい服も作りたいし、縫いまくりです。これさえ終われば、今までの生活に戻れるの。このところ、お財布をしてないの。新しい服に着替えし、縫うのですね。冒険するのですね。シルクお姉ちゃんは何度も痛い目に遭っているのに、ホットお姉ちゃんと一緒にいるのですか。無理な薬でお肌が荒れてきたわ。ですね、ちょっとエステにでも行こうかしら。あ、いいですね。私も行きたいです、ね、最近、女王様って終われば、今までの生活に戻れるのよ。そういえば、旅行なんて久しぶりですね。これももう少しゆったりしたスケジュールで、全国温泉巡りとかなら、どんなに素晴らしいことでしょう。眠いです。よい子は、眠の時間に中お肌が流れてきゅ、ね、調理するのですね。そうすれば、自由のみ。どうしてこそお姉ちゃんは生きながらね、常に何かが変わっていくのに、どうしていつもガラスの中にいるのですか。慎重に進むことなんてよくあるかしらね。無理のしすぎでお肌が荒れてきたわ。ちょっとエステにでも行こうかしら。そんなこと言って自分だけ逃げようと思ってしまう。気分爽快。女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか。女王様はおおらかな心の持ち主だ。例えるなら庭の水たまりよりも広く、子供用プールよりも深い、はい、という感じ。女王、何時過ぎさしたでしょう。森の木には高原の草花が咲かせる。女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか。女王様はおおらかな心の持ち主。例えるなら庭の水たまりよりも広く、最近子供女王様に、はい、という感じね。女王様に、女王様に、いつもニコニコしているばかり。どうしてこっちお姉さんは青たるに手が進んでいくのですか。それは女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか。それはね、無駄気をちっていうのかな。女王様はどう
ちていつも笑ってばかりいるのですか？今その瞬間が旅のようなものですから、わざわざここを離れてきても女王様か、こんなにみんな頑張っているのだから、もう少し。あんなところにウイローがいっぱいあるぽ。なんなの、何かしらね。あ、なんでだ。
が曲がるでちゅ。どうしてこそお姉ちゃんは青さんの背が縮んでいくのですか。縮むのですね。引き締まるのですね。どうしてシルクお姉ちゃんは何度も痛い目に遭っているのに私も、はあ、なんでこんなことやってるのかな。おとなしく後ろで古文書でも読んでればよかった。青様ですね。勝利するのですね。そうすれば、自由のみ。Thank you.
っていつも笑ってばかりいるのですか。それはね、もっとチっていうのかな。待てこら、何も考えていないといえば、待てこら、いいんじゃない。今時おかっぱ頭なんてね。そんなことはありません。おかっぱ頭とパンツ丸出しスカートは少女の永遠のテーマです。このところお裁縫してないの。新しい服も作りたいし。お裁縫ですか。今度ぜひ服の作り方を教えてくださいね。新しい服も作りたいし。縫いまくりでちゅ。何じゃ、無理のしすぎでお肌が荒れてきたな。ちょっとエステにでも行こうかしら。固定ですね。修正するのですね。上手さ、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少し待遇を良くしてくださってもよろしいの。長者番付でちゅ。このところお裁縫してないの。新しい服も作りたいし。ムーのですね。どうしてどうしていつも笑ってばかりいるのですか。それはね、ムーの今日チっていうのかな。良い子はおねむの時間でちゅ。お肌が曲がりでちゅ。どこで言うと、バカなの。最高です。溶けてます。
上手だから、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてください。はい、よろしくお願いします。そうですね。ドーマールがちょっと強くないですか？微妙です。パンは、お城に帰りたい。バックレです。ここはガッツー！負けているよ！なんてすがすがしい。森の木には高原の草花が語りかけてくるわ。なんか、私も元気が出てきたわ。最近、女王様って、ドーマールがちょっと太くないですか？微妙ですよ。ああ、なんでこんなことやってるのかな。おとなしくお城でコモンドでも読んでればよかった。無理にしすぎでお肌が荒れてきたわ。ちょっとエステにでも行こうかしら。大丈夫です。なんか、私、この旅に出てからどんどん進んでいるような気がするわ。お姉ちゃんたちにもいろいろひどいことを言っちゃったし。景色が遠のきます。お眠です。旅に出ます。出発します。今この瞬間が旅のようなものですから、わざわざこう話すことに。なんでこんなことやってるのかな。おとなしくお城で古文書でも読んでればよかった。女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか？おかしいのですね。天然なのですね。とけていまよ。女王様はどうしていつも笑ってばかりいるのですか？どうよ。ってこと。一言で言うと、アハナの手が縮んでいくのですか？縮むのですね。どうして、チルコお姉ちゃんは何度も痛い目に遭っているのに、夫お姉ちゃんと一緒にいるのですか？そうね。二人は魔物大使で何度も苦楽を共にしてきたの。そんな二人は信頼という名の大切なと結ばれているの。トラベルでちゅ。眠いでちゅ。良いから眠る時間でちゅ。お肌が曲がるでちゅ。上手。こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいの？そうですね。登場するのですね。とけちゃうよ。女王ちゃまは、どうしていつも笑ってばかりいるのですか？とけちゃうのですね。天然なのですね。良い子はお眠の時間でちゅ。お肌が曲がるでちゅ。たるんできましたわ。あれだけ運動しているから少しは引き締まると思っていたのですが、でもそんなに甘くないんだ。旅に出てからどんどん進んでいるような気がするわ。旅に出ます。出発します。今この瞬間が旅のようなものですから、わざわざここを離れて
このまずいウィーローをあげるわよ。あたいのウィーローを何するんだポン。あなた誰？あたいはコットン。そんなことよりそのウィーローを返しなさいよ。あら、こんなまずいものはガブガブくんたちしか食べませんことよ。ララランランランララランランラン。倒すのですね。痛い。そうするのね。痛い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 。ラララン。痛い。ラララン。痛い。あれ。やったやん。痛い。ラララ。来ないで。なんか、この旅に出たからどんどん進んでいるような気がするわ。一緒に旅をすると、つくづく自分が若くないと思い知らされますね。ここは若い人。無理にしすぎでお金が荒れてきたな。ちょっとエストにでも行こうかしら。大改造でちゅ。眠いでちゅ。
良い子はお眠の時間でちゅ。お肌が流れでちゅ。女王ちゃまはどうしていつも笑ってばかりいるのでちゅか。おかしいのですね。天然なのですね。おねむでちゅ。意識が遠のきます。消え失せます。睡眠不足はお肌の敵よ。一日8時間以上もないとね。言えばさっきの人だよ。これから終われば今までの生活に戻れるのよ。どうしてシルクお姉ちゃんは何度も痛い目に遭っているのか。マイクルは遅れないよ。私の目の黒いうちは水に一匹逃がしませんよ。そういえば最近お布団で寝てます。なんて先生知ってくれたの。森の木に少年の草花が再びかけてくるわ。幻聴でちゅ。なんかむしゃくしゃするわね。暴れるのですね。憤慨するのですね。でも最近お肌の張りがなくて。お肌は日頃のお手入れが大切なの。どうしてシルクお姉ちゃんは取り返しのつかないことになるの。女王様って胴回りがちょっと強くないですか。いいえ、あのくらい強さの方が素敵です。助けてよ。そういえば旅行なんて久しぶりですね。これがもう少しゆったりしたスケジュールで全国温泉巡りとかならどんなに素晴らしいことでしょう。女王ちゃまはどうしていつも笑ってばかりいるのですか。女王様はおおらかな心の持ち主。例えるなら庭の中の森に来る子供の森に。これが片付くまでは何があっても眠らせないわよ。どうしてこっとお姉ちゃんは青さで店が進んでいくのですか。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、人を盾にしたりだるまにしたり、あまりかも。ペッテンがペッテンで頭の中がウイロのことで
よろしくお願いします。そういえば旅行なんて久しぶりですね。これがもう少しゆったりしたスケジュールで全国温泉巡りとかならどんなに楽しみにしてたしょう。たまには温泉が…森の木にはクリスタルなんてどこにもないわよ。そうね、みんなのためにも頑張りましょう。そういえば旅行なんて久しぶりですね。これがもう少しゆったりとしましてた全国温泉巡りとかがどんなに素晴らしいことでしょう。狐の実を食べさせられたり、魔物の中に飛び込んで自爆させられたり、妖精じゃなかった女若い方たちが一緒に旅をするとクリスタルは自分が若くないと思うし、なんて寂しい森の木に透明の草花が飾りかけてくるわ。そうね、みんなのためにも頑張りましょう。大体なんで私がこんなことしなきゃいけないの。ポッコンもポッコンも頭の中はウイローのことでいっぱいだし、少しは花魔力を人のためにこんな若い方たちと一緒に。クリスタルがありませんよ。そういえば最近お布団で寝てないわね。早く終わらせてお家でゆっくりおふくのお布団に包まれて眠りたいわ。サイズリを聞きながら冷やすぐに海や山の幸をふんだんに使った海賊料理に自宅を開けて、あれだけ運動していると少しは引き締まると思っているのです。夜は強いお風呂に一汗流して、虫のサイズリを聞きながら冷やすぐに海や山の幸をふんだんに使ったリストルなんてどこにもないわよ。最近たるみに来ましたが、どこにもないわよ。あれだけ運動しているのは少しは引き締まると思っていたのは、よんそんなに甘くないようですね。こんな若い方たちと一緒に旅をするとつくづく自分が若くないと思い知らされますよね。ここは若い人たちにお任せして私は引退させていただくわ。ほっくんもほっくんで頭の中がウイローのことで、私は花魔力を人のために使おうとか思わないのかしら。熱いお茶とお団子が食べたいです。団子いいですね。妖精の心ですね。もちろん死に続けないやつですよね。あら、何でしょう、最近たるんできましたわ。女若い方たちと一緒に旅をするとつくづく自分が若くないと思い知らされますね。ここは若い人たちにお任せして、私は引退をさせていただくよ。あら、もしもこの魔力を人のために最近たるんできましたが、あれだけ運動していれば少しは引き締まると思っていたのですが、よんそんなに甘くないですね。早く終わらせてお家でゆっくり。そういえば旅行なんて久しぶりですね。これがもう少しゆったりしたスケジュールで全国温泉巡りとかならどんなに素晴らしいことでしょう。なんてすみませんしことでしょう。森の木には高原の草花に語りかけてくるわ。なんか私も元気が出てきたわ。上手、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいの。そうですよね、もう少し。ウィルーはどこかな。復活うわー
れてないわ。早く終わらせて、お家でゆっくり、ふかふかのお布団に包まれて眠りたいわ。女王様、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいのに。ルレア、ルレア、ルレア、もう少し、ルレア、ルレア、ルレア、会長に取らないんだけど、最近軽いの気にしてね。こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいの。そうよそうよ、女王さん、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいの。この旅に出たからどんどん進んでいるような気がする。お姉ちゃんたちにいろいろひどいことを言っちゃったし。女王さん、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少し反応を起こしてくださってもよろしいの。そうよそうよ、これから組合を作って積み上げ工場よ。言えばスコットの旅だっていいじゃない。おかっぱあんたもさんでね、旅行なんて久しぶりですね。これも、もう少しゆったりしたスケジュールで全国温泉巡りとかならどんなに素晴らしいことでしょう。